さんこんにちは、キヨキヨです。ということで今日もアツクラやっていきたいと思います。ということで今日はアホに兄弟お兄ちゃんにもっとキヨキヨ好きになってもらおう。はい、ということでね、下心丸出しなんですかね、私はね。いや、私新ビジュアル公開させていただきまして、ちょっと改めて私の全貌をね、今見ていただいてるというわけなんですけれどもね、このアホ毛が特徴的なわけですよ。そこでですね、僕が新ビジュアル公開ですって言ったツイートに、オンリーちゃんがね、兄さんと言ってくださいまして、オンリーちゃんがこう言ってくれるってのは非常に嬉しい話なわけですよ。いや、これはこの共通点、オンリーちゃんと同じアツクラに所属しているということでね、まあ同じクラスメイトみたいなもんですわ。で、これ友好の証としてですね、私の超巨大キヨキヨツリーハウスがあそこにあるわけですけども、オンリーちゃん風装飾してきます。ありがとうございます。じゃあそのオンリーちゃん風装飾何かというとですね、こちらのねツリーハウスなんですけど、あれ上あんな感じだったっけ、あんな森だったっけ。一つ巨大キヨキヨ像、ちょっとね寂しい点があるんですけどね、手がないんですわね。まあこんな感じなわけですけれども、お手手がないということで、このキヨキヨ像に手を追加してバナナ持たせましょう。バナナじゃあアミューズメントパークみたいになってんだから、これちょっと待って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 、僕の顔追加されてない、ちょっとちょっと待って待って、今気づいたわ。俺の顔伸びてるどころか、なんか新しいさ、なんとも言えない表情追加されてる。待ってよ、なんか上にまだあるな、なんか上になんかあるぞ。あれ何なんて書いてある。100万人頑張れ。誰マジで今私も反射的に誰なんと関西弁言っちゃいましたけど、私今住民票兵庫県にございますので、まあまあギリ関西弁セーフかなということですけどね。なんなんこれ、ガチで誰っすか。もうコメントであえて書かないでください。マジで僕現行犯逮捕したいんで、もしね特定できなかったら年末にねちょっと白状してもらいたいですけど、ありがとう、はいはいはい、ありがとうございます。マジで誰ですかとこれも現行犯逮捕しましょうということですよね。今回ですね、作るバナナは何かというとですね、いや私建築力が非常にないわけなんですよね。建築に乏しいということでね、基本的に何かをパクっていかないといけないなということでね、私建築するときは大体ググってるわけですけれども、このオンリーチャンズをこれ誰作ったん、これガチですごいよね。これもうなんか遠くから見て全員のメンバーがわかるっていう凄み、ここに大正解あったんですよ。これすごくない、これすごくない、ガチで。手がね戦力眼でなっていて、これ多分ねこの左眼だよね、左眼に旗つけてんの。いや、これはね、この建築ぜひやっていきたい。いやー、僕のね、この山々も非常に賑やかになってまいりましたね。いや、今日はね、キヨキヨ視聴者さん、このやっぱ新ビジュアルでね、いや、ちょっとあんまキヨキヨのこと見てなかったけれども、なんかすごいマイクラ楽しんでるぞっていうところをね、ちょっと伝えていきたいわけですよ。なんでね、ちょっともうキヨキヨの最強のセンス見せていきましょう。オッケー、じゃあ、まずね、キヨキヨツリーハウスの手を作っていかなきゃいけないんだけどね。まあ、それはさすがに頭皮でね、やった方がいいかなと。旗作らせていただいたわけですけれども、僕今ね、38枚ぐらいしか旗持ててないので、でかすぎるとこれ大変なんで、まず手をね、ドズル社さん側に持っているよと。いう風にしたいですね。じゃあ作っていくで、なんか久々にちょっと建築じゃないけど。はい、伸ばさせていただいて、どうだ？よし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 。いや、結構これ入り組んでんだよな。破壊させていただくっていうね、ちょっと暴挙に一回出させていただきますけども、この大きさだとさすがに腕9マスでしょ。いや、完成楽しみ。いや、完成が本当に楽しみなんですけど、心配ではあるっていうね。はいはいはい、こっからちょっと一回伸ばしてみて、マイクラこれ醍醐味だよな、こういうちょっとアートじゃないけどね、うん、俺アートだと思ってる建築は、俺アートだと思ってる建築は。さあちょっと、腕の位置だけちょっと一回チェックします。オープンザ俺の腕、あ、いい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 位置、いい位置で、いや、もうちょっと腕伸ばしたいね。
どこら辺まで伸ばした方がいいかな。うわー、バナナ建築初だよ俺。なんだバナナ建築って、そんなジャンルあった？さあ、まずは腕伸ばししました。サンダーちゃんの拠点に私あの泣き顔キヨキを作ったわけだけど、ビジュアル建築はちょっと得意かもしんないね。最近結構やってるから、マジどうしよう、目も当てられないのがなんかできそうな予感がしてる。こっからまず腕伸ばしていきましょう。上に筋肉マンみたいになってないこれ、大丈夫か。もうちょっとさすがに高い方がいいだろうな。もうこっからは完成まで見ない方式でいこう。こっからはもう想像とインスピレーション、さあいきます。まずですね、おそらくですね、持ってる感を出さなきゃいけないんですけども、バナナって先っぽがね細いじゃないですか。意外にいいぞこれ。曲がってるのどうするかっていうね、ちょっとここで曲がり建築をしていく。どうですかこの曲がり建築で、こう壊して、はい、ちょっと待って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 、何すかこれバナナの、むずくないかいバナナ実は。あ、わかりました。これ多分なんすけど、ちょっと太くなんのが大事なんじゃないですか。はい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 、ちょっとこれ曲がんのやめよう。うん、曲がってないバナナあるでしょさすがに。いや僕ね、ちなみに僕ね、あのバナナとはね結構鬼仲でね、あの毎朝食べてます僕ガチで。てか、キヨ、俺バナナの愚痴いいっすか。いや僕ずっとね、あの5房のやつ買ってたんよ。5房5本ついてるやつ。最近ねスーパーでね、なんか4本のやつがすごい多くて、運良くないと5本のやつ買えないんだよねっていう私のちょっとピエンの話。さあ、ここ壊して、おなんかいいぞ、チョコバナナみたいになってきたな。これはこれで可愛い感じする。はいはいはい、でもなんか良さげ良さげ、なんか良さげ。こっから皮作っていくの大事ですからね。もうちょっとここに1個ずつつけていくか。よいしょよいしょよいしょ、はいはいはい、いいね。さあ、こっからこの羊毛の旗、うわー、まずこうでしょ。いや、あ、むずっ、あ、つけらんない、ちょっとこれまずいぞ、まずい。ということは下は黄色いブロック使った方がいいかも。ちょっと一回撤収。あぶねあぶねコンクリートでもいいかなと思いきや、小麦の俵でしょ。俵ちょっとおしゃれに使っていきますか。俵をバナナの皮にしていく。おそらくですね、この辺をね一回全部俵にしてみましょう。はい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 、いや、いいんじゃないいいんじゃない。でここも、はい、ふんだんに使っていきます。おらおら、でここで皮ですよ。はい、よいしょちょっとごめんなさい、足場を頭皮と非常に分かりにくいけどねでこうして、こうして、でこうして、こうして、はいいやマジでマイクラ建築勢の方、ちょっと一回目つぶっていただいていいですかいやこれちょっと、これピエンだなマジで。それか、ちょっと待ってくださいね。いや私もちょっとね、おこですわ。こうやった方が全面いくな。お、ちょっと一回建築勢の方々、あの目を開けていただいて OK ですいや結構いい感じかもしれないですこれ。おお、いやぽい、いや俺、いやちょっと穴穴乗らないでねってことですよこれいやいや俺もちょっとね、伊達にねその4年とかやってませんから。オッケー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 、しょぼいね、ちょっと一時は騒然としましたが、あ、よかった、いいじゃん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 。あれ、良さげやん、良さげきましたねこれは。これ大成功なんじゃないですかこれは。ちょっと一回遠くから見てみますか。ちょっとこの辺ちょっと壊させていただいてさ、いやもうこれさ、建築勢の方見たらおこですよこれね。あの原木で、しかも同じさブロックでこれ足つくんじゃないよっていうねちょっと一回遠くから見てみよう。それではさ、ここオンリーちゃんがログインした時にね、キヨキヨさんのちょっと山見てみるかっつった時に、チラッチャキーン確実にバナナ持ってるこれバナナで、バナナじゃん確実に。え、なんかちょっと再現度高くないもう一回もう一回もう一回
あ、でも今旗見えてないけど、旗見えるとより、うわこれは嬉しいわ。じゃあちょっとオンリーちゃん、オンリーちゃん想定ね、オンリーちゃん、オンリーちゃん想定ね。ドゥンルンルンルン、よし今日もエンドラ5秒で倒すぞ。よし、ん、なんだあれ、バナナだ。あ、あれはバナナだ。いやーちょっとにぎやかになってまいりましたよねこれね。これ今ちなみに、この木の、右手がね、バナナ持って左手に何を持つのかっていうねところちょっとあの皆さんお楽しみにしていただきたいなと思うわけですけれども、オンリーちゃんにメッセージだけ残しておきましょう。いやいやそのさ、いやもうこれ恥ずかしいわ、これメッセージ残すのとかさ、あ残すレベルに達してないからね本気で。はい、ちょどこに貼るのがいいんすかね。こ掲示板じゃないのに僕が勝手に掲示板利用しちゃってるっていう謎の壁面ね。うん、こうやってオンリーちゃんエメラルドありがとう気持ちつかみきゅうきゅう、これすこれ1月とかじゃないか確か。ちょっといいっすかちょっとごめんなさい、作らせていただいて、思い出会場作らせていただいていいですか。もうね、あの文通が残る時代ですからねこれね。じゃあちょっとオンリーちゃん、あ今いいっすね、これ地図絵いいね地図絵。まあまあちょっとここにね、巨大キヨキヨツリーの右手にバナナ落ちました。雑談ですよバイキヨキヨということね。雑談をするなって。雑談して雪降っちゃってきてるから。綺麗だなこれ、おい、むちゃくちゃ綺麗じゃんこれ。神から転落しましたからね、ノーマルに戻りましたけれども、ということでオンリーちゃんとアホ毛兄弟かっこはてなということでね、オンリーちゃん有効の証バナナ持たせていただきました。ということでこのキヨキヨチャンネル、これさ普通ちょ動画薄くないっていうね、薄いとか濃いとか、まあちょ濃いめのねカルピスもいいけどカルピスウォーターも好きだよというね、皆さんこのキヨキヨもそういったマインドでね YouTube 全力で楽しんでいきたいなと思っております。このキヨキヨチャンネル100万人登録目指して本気で YouTube 楽しんでいきたいなと思っております。ぜひともね、まだチャンネル登録お済みでない方、ぜひともチャンネル登録していただいてみてくれたら非常に嬉しいなと思っております。約 30% の方がね登録してみていただいてるよという状況なんですけれども、もしよろしければよろしくお願いいたします。ということで次の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバーイ。